ケンブリッジポリマー研究所へようこそ。科学研究分野には雇用の機会が待っています。それでは選考を始めましょうか。何だって？職員給付には他と比較して遜色のない給与、健康保険、生命保険、そして2週間の有給休暇があります。科学研究分野には雇用の機会が待っています。それでは選考を始めましょうか。もちろん始めてくれ。面接を始めます。あらゆる分野で職員への要求が高まっていることから、雇用テストを適宜簡約してあります。質問1、ポリマー合成を扱った経験がありますか？とにかく必要とされているようだ。本題に入ろうか。テスト結果を計算しています。営業担当のポジションを提供できることを嬉しく思います。軍の資金調達の議論における多弁な未来を期待しています。ラボで仕事を始める前にオリエンテーションをご希望ですか？オリエンテーション？オリエンテーションは業務の充実化を図る目的で、新規職員に当社の歴史を説明します。ラボで仕事を始める前にオリエンテーションをご希望ですか？もちろん頼む。素晴らしい。空いている席を探してください。プレゼンテーションを開始します。ケンブリッジポリマー研究所の起源は、優秀な大学院生集団の研究にあります。ジョン・エルウッド、エリッカ・ウーラム、ウィルフレッド・バーグマンは CIT 在籍時に出会いました。このスライドは彼らの卒業時のものです。彼らのニュークレオストリクティブと圧電性ポリマーの研究は2073年秋、ジョージ・ケンプ大佐の注目を引きました。2074年春、当社は国防実験研究プロジェクト計画の潤沢な助成金を受け設立されました。当社の研究結果は、アンカレッジの効果的な防衛を果たしたリバティプライム作戦にていくつかの構成要素となりました。当社は軍との強力な関係を享受しており、より良いアメリカを築こうとする研究班へあなたの参加を歓迎します。調査ラボまでついてきてください。そこで仕事を始められます。無料の飲料が職員に支給されています。休憩室に食料やタバコを置く場合、必ず名札をつけてください。ビジネススーツが営業担当に支給され、その代金は最初の歩合から引かれます。適切な職務の服装に着替えてクリーンルームまでついてきてください。クリーンルームの出口で研究員がお迎えします。お聞きくださりありがとうございました。チームへようこそ。クリーンルームに入室してください。エルウッドディレクターから未完了の工程を理由に強制残業の命令を伝えるようにと指示を受けました。したがってピエゾ核ライニングプロジェクトの研究が終わるまで職員がラボを離れることは許可されません。特定研究課題についてはドクターエルウッド・ウーラムへ報告してください。汚染除去シーケンスを開始します。汚染が検出されました。汚染除去シーケンスを開始します。除染完了。エルウッドディレクターから未完了の工程を理由に強制残業の命令を伝えるようにと指示を受けました。ピエゾ核ライニングプロジェクトの研究は終わりましたか？何をすればいい？研究の現状把握から始めてはどうですか？ご自分のワークステーションのコンソールからアクセスできます。ピエゾ核ライニングプロジェクトの研究は終わりましたか？作業中だ。研究課題についてドクターエルウッド・ウーラムにお会いしてください。
やった。やった。
する場所を作り上げるために膨大な知識が注ぎ込まれたんだな。そう、エルウッドディレクターから未完了の工程を理由に強制残業の命令を伝えるようにと指示を受けました。ピエゾ核ライニングプロジェクトの研究は終わりましたか？プロトタイプは完了している。素晴らしい。強制残業モード解除、クリーンルームオーバーライド解除。ディレクターは早速これを見たいと思うでしょう。ついてきてください。いいね。ここはエルウッドディレクターのオフィスです。プロトタイプを見ることができてとてもワクワクされるでしょう。素晴らしいニュースです。ニュークレオストリクティブプランティングプロジェクトがついに機能するプロトタイプを生産しました。素晴らしい。エルウッドディレクター、職員のパーソナルスペースを尊重するようにと人事から注意がありました。ディレクターに代わり謝罪します。最近変なのです。きっと社内インフルでしょう。給与システムによると現在私はクリアボーナスをあなたに支給する権限が与えられています。税引き後のボーナスと初給付です。残念ですが現在プロジェクト数が不足しているため余剰人員をすぐに解雇しなければなりません。これはあなたの仕事への感想ではなく好意的な推薦状を喜んで作成いたします。シャットダウン中。